乾茂之です。年齢は19歳です。今は和歌山県の和歌山市から通ってます。最初は大変でしたけど少しずつ慣れてきました。きっかけはインターネットとかでいろんな学校を調べてて、そこで見つかったのがきっかけですね。やっぱり一般的な学校とは違って、ここは1年生だったっていうのと、パーソナルトレーナーの勉強がしっかりできるっていうのと、資格の勉強もしっかりあるっていうので、ここに記念させていただきました。パーソナルトレーナーの実践の練習だったりとか、あとは座学とかでしっかり知識をつける勉強もしたりしてます。今までずっと自分なりにトレーニングだったりとかしてきたんですけど、知識もつけていって、その知識を活用して一つずつ成長してきているので、それは成功かなと思っています。最近いつも会う人とかにちょっと体大きくなったねとか言われたことが嬉しかったです。授業はみんなすごく面白くて楽しいです。先生方はそれぞれいい意味でなんか違ったオーラがあるっていうか、知識もすごくてしっかり教えてくれる先生方です。実際にパーソナルトレーナーをやってる先生もいらっしゃるので、そこでその現場の話を聞けたりとか、実践練習だったりとか、一人一人にしっかり教えてくれるっていうところが強みだと思います。知識豊富な先生がいて、より細かいところまで勉強できるのでおすすめです。パーソナルトレーナーとして運動不足の人がいれば、運動を通してしっかり楽しく健康で長生きしていってもらえるようにしたいし、最近太ってきて人前で体見せるの恥ずかしいとか、そういう人がいたら綺麗でかっこいいねって言ってもらえるぐらい、その人のコンプレックスを長所に変えれるぐらいにしてあげたりとかして、たくさんの人の助けになっていけたらなと思っています。